ESP の人に限らず内向型の人と日雇いバイトについてお話ししたいと思います。私の経験をもとにお話ししているので、これがみんなに当てはまるとかではないので、一つの意見、一人の目線として聞いていただけたらと思います。私は本職以外で 2,3 ヶ月に1回くらい人生経験や人間観察のために1日限定のバイトをしています。最近はちょっとコロナの影響でこの4ヶ月ぐらいやってないんですが、今まで多分10回から15回くらいはやっていると思います。 HSP や内向型の人、それから自分はあまり社交的でないって思っている人にとって1日限定バイトがいいなと思った理由は、日雇いだと毎日顔を合わせる上司や同僚もいないので、無理に話を合わせたり機嫌を取ったり笑ったりする必要もないからです。おしゃべり好きの方はもちろんおしゃべりするのは自由だし、でもそういう社交的な場が苦手な方は自分の気質や性格にそぐわないことを無理にする必要もないので楽かなと思いました。外からの雑念がないと、シンプルにその日の業務を一生懸命こなす、仕上げないといけないタスクだけに集中することができます。会話が苦手な人でも、その日関わる数名の人と差し障りない挨拶だけをうまくこなせればそれだけで十分だと思います。身構える必要はありません。よろしくお願いします。ありがとうございます。お疲れ様でした。それだけで十分誠意は伝わっているはずです。私はだいたいいつも他のおしゃべりが好きそうな人たちのグループからは少し離れて一人で立ってたり座ったりしています。小さなグループでもやっぱり仕切りたがり、目立ちたがり、世間話が好きっていうような人たちはいるので、常に自分の周りを囲んで守ってくれているカプセルのイメージを持つことが大事です。その日何が一番大事かを忘れてはいけません。業務をこなしに行っているわけで、友達を作りに行っているわけではないので、一人で座ろうが一人でランチを食べようが、その日誰とも口を聞かなかろうが関係ありません。お金をいただいて雇われているわけですから、そんな業務以外のことで精神的にも体力的にもエネルギーを消費している暇はないはずです。自分をしっかり持って、その日与えられた仕事に誠意を持って取り組めれば、それだけで上出来。他にやってるお仕事がなくて 2,3 ヶ月に1日だけお仕事っていうのでは、もちろん生活費は補えないかと思いますが、家族や配偶者などがいて自分のお小遣い稼ぎとか、家に引きこもりすぎないように、社会交流を忘れないようにという意味では、派遣や日雇いバイトはいいなと思いました。前に日雇いやったことあるけど、それでも人間関係や周りの目が気になりすぎて自分には全然合わなかったっていう人がいたら、それは自分にはそれは向いていなかったということを気づかせてくれたいい経験なのです。その時うまくいかなかったことも、必ず次の機会でその経験を生かすことができる。一回ダメだったから、その次からも全部ダメなんだと白黒思考で考えるのではなく、自分は成長の過程にいるんだと、まず自分の足元、自分の内側を見るようにしよう。自分の内側がしっかりしていると、外の景色も全く違ったものに見えてくるはずです。